のうめき声だ。誰が相手だ。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から紫電一閃を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は。祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。甲賀に得得させるわけにはいかぬ。逃がしてやる。コムダテは大勢に亡くなったとか。どうやって生き残ったのです。
切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。俺はここだ。俺が試合場に違いない。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。おじゅう。早い。随分とのろまだな。それは違う。何も学んでおらぬようだな。早い。から何も学んでおらぬようだな。
分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。志村から何も学んでおらぬようだな。から何も学んでおらぬようだな。早い。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは